岸田首相は23日、召集された臨時国会で所信表明演説を行った。私の頭に今あるものは、変化の流れをつかみ取る、の一点だ、と強調した。さらにこの、変化の流れをつかみ取るための、一丁目一番地は経済だ、述べ、30年ぶりの変革を果たすまたとないチャンスをつかみ取るため、 過去に例のないような大胆な取り組みに踏み込む決意だと強調した岸田首相は23日行った所信表明演説で私の頭に今あるものは変化の流れを絶対に逃がさないつかみ取るの一点だと述べ30年来続いてきたコストカット経済からの変化が起こりつつある変化の流れをつかみ取るため何よりも経済に重点を置いていくと述べた その上で、コストカット型経済からの完全脱却に向け、思い切った供給力の強化を3年程度集中的に講じていくと述べた岸田首相は総合経済対策を取りまとめる、車の両輪として、変革を力強く進める供給力の強化と、不安定な足元を固め、物価高を乗り越える国民への還元を掲げた。 続いて、所得減税を念頭に、還元措置の具体化に向けて、近く政府・与党政策懇談会を開催し、与党の税制調査会に早急な検討を指示すると述べた。 また労働力不足の解消や持続的な賃上げに関連して106万円の壁に近づく可能性のあるすべての人が壁を乗り越えられるよう十分な予算を確保するとして働き控えの解消を図る対策を示した経済対策については人口減少の下でもこれまで以上に質の高い公共サービスを提供することも強調した子育て・教育 介護などの分野でのデジタル技術の活用を利用者起点で進めると述べたほか外国人観光客が増加し観光地でのタクシー不足などが指摘される中一般ドライバーが有料で人を運ぶライドシェアをめぐっては地域交通の担い手不足や移動の足の不足といった深刻な社会問題に対応しつつ 課題に取り組んでいくと述べ首相自ら現場を視察する意向を示した以下はネチズンのコメントをまとめたものです所得税の減税は生活に余裕のある世帯にまで恩恵が行き渡るため物価高対策にはならず不必要に需要を刺激してしまって短期的には逆に物価高を加速させてしまう可能性がある 物価高対策として減税をするなら直接物価を引き下げる効果のある消費税率の引き下げが妥当ではないか一方所得税の減税を物価高対策ではなく景気刺激策として捉えた場合も大きな効果は期待できない期限付きの減税なので国民は将来の増税を予想して生活防衛姿勢を強め減税分を消費に回さず 貯金に回す可能性が高いためだ昨年度の税収の上振れ分である6兆円を所得税の減税で還元しても減税分の税収ロスを成長率の上振れによって取り戻すことはできないだろう専門の文化・コンテンツについて言えば予想通り直接の言及は「ゼロでしたね。 昨年から今年世界のアニメ講習記録をほぼ塗り替えた「スーパーマリオ」などこれほど日本カルチャーが海外で愛されていると実感した時代はありませんしかしその足元の日本ではアニメ漫画ゲームライブ芸能などの現場でクリエイタースタッフたちの置かれる状況は厳しく課題山積です 例えば日本の文化予算は先進国の中で圧倒的な最下位で国家予算のわずか0.1%文化・コンテンツを戦略の柱として推すお隣韓国と比べれば総額で5分の1人口当たりではわずか10分の1以下です 何も他国と同じが能、NO、ではありませんがでは少子高齢化少子源の日本の希望でもあるはずの文化コンテンツの創造をインフラでどう応援し専門家の援助などサポートでどう支えるか文化コンテンツを生かさない未来戦略は実にもったいないですね増税メガネさらに国民を騙すのかねほんの少し減税するけど 増税、増税、また増税、さらに増税だもんな、財務省にコントロールされた自民党はもう無理だよ、この国の運営は無理、今までやった結果、この状態じゃ無理なのは明白です。最低賃金引き上げ、失業手当見直し、学生補助、エネルギー高騰抑制など昭和の時代に比べれば、し極く改善されていると思います。 以前は使い切り予算で全く国民の恩恵へ届いていない不動産投資の思考だったように思いますいずれにせよ政府も過去の前列のない政策で国を繁栄させようとしているのでもちろん手探り状態の策もあるでしょうが皆さんの暮らしが少しでも楽になるように応援することも大事なのだと思います見ていたけど薄ら笑いというか北く M というか見てられず途中でやめました 前日ぐらいによほど良いことでもあったんでしょうねしかし経済危機の中真剣には語っていただきたかったですちなみに原油価格は安定し下がる傾向もありますよすべては円に見切りをつけられたことです選挙が始まれば皆投票に行きましょう増税してないとは言いますがインボイス制度は実質増税でしょう 来年の確定申告の時期は経費精算で現場は大変なことになると思いますよ。経済の現場にこれだけの人的負担を強いておきながら、よくも経済重視だなどと演説できますね。これまでもそうでしたが、この首相の声には何の力も使命感も感じられない、やっていくぞ感だけ出して、中身が全く伴わない演説だと思います。 まままさにに検討しこ,こに決まってますね。日本はあまりにも中央政府や官僚の力が強くなりすぎたその結果民間の自由な研究や競争力開発力が大きく低下した何につけてもコストパフォーマンス短期に結果が欲しいなど目先のことが優先され またばらまきもそうしたものや官僚の天下り可能なところに優先的に配分されてきた労働組合は機能しなくなり非雇用者は雇い主のご機嫌を取るためには密告すらも手段とするようになり選挙の投票も支持されるがままに行うことになったみんなが働きがいあるとは実感できない労働に効率な税の搾取があるがため 自らの生活の行く末共働きで満足に相手もできなかった子どもたちが自立が困難なために死ぬまで満員電車に朝早くから揺られながら働かざるを得なくなったこれが日本の近い将来です行き過ぎた円安誘導の結果輸入物価が上昇しただけでいわばデフレからスタグフレへと様相を変えつつあるだけです その証拠に実質賃金は17ヶ月連続で下落中設備投資が増えたとの主張にしろ TSMC の半分は日本の国家予算からの負担ラピダスに至っては民間からの出資は現時点ではビビたるものですそして20ナノクラスの半導体が世界的に在庫余剰となる中でどうやって採算性が保てるのかという話です 薄ら笑いを浮かべながら話すその中身、聞いてるそばから次々と反論したい論点が浮かんできます。安倍政権は曲がりなりにも統計を示していましたが、粉飾統計が多々ありましたが、岸田政権はもはや根拠さえ示さないまま口だけの一方的主張に終始していると言わざるを得ません。 諸外国と比べてこれだけ賃金の相対的低下が広がりパート労働者不足が起きたのは106万の壁に政府役所がこだわってきたからのも原因の一つ106万円超えないようにしか働かない主婦層にもっと働いてもらいたければ120万150万とハードルを下げるしかないのでは働く時間が増えれば経済は活性化する。 不要のままじゃ所得税増えなくても可処分所得が増えれば消費税や法人税が増えるのではまず最初に、きつい増税や国民の負担増を盛り込んだ案を発表、支持率を下げる想定内、計算通り。支持率がそこまで落ち込んだところでイメージアップを図るためにメディアへの露出を増やし、印象を良くする政策案を発表、時間の経過とともに国民の怒りが薄れる。 最初のきつい増税や負担増案を見直し若干国民の負担が弱まる案を採択する国民はなんとなく安堵して選挙で自民党をそのまま支持してしまうこれが自民党による国民コントロール仕事でも接衝時にはよく使うテクニックですね経済経済と連呼したが経済を悪くしたのは 経団連や財務省の言いなりになり消費税増税をして法人税を減税して国民の購買意欲を下げたからではないかさらに国民に負担を求める政策を企んでいるそれでは格差社会がさらに広がると思う発想の転換をしないと経団連や財務省の声を優先するのであれば変わらない経団連や財務省の声を聞かない決断力が必要だと思う 変化の流れをつかみ取るね。今の自民党は時代の流れについていけていない政策ばかり打ち立てています国民の大多数が反対していた国葬をゴリ押しで強行したり高齢者以外接種率があまり高くなかったコロナワクチンをアメリカから大量に購入したり経済が悪化しているのに増税してさらに経済をひどくしようとしたりどの口が言っているのか 変化化にに対応すするにはまず現状把握と課題の明確化をすべきです。少なくとも岸田君にはそれができていないし、早急にすべき。受験生でもできていることが岸田君にできていないとか情けない。